サムライ塾のことです。今日はですね、これからサムライズブートキャンプが始まります。今日は納豆をね、ちょっと今からね食べまして、粘ってね行こうというふうに思ってます、ね。今日はねちょっと無事にね、僕だけしかいないんでね、朝飯もねこんなね、軽く取って頑張っていこうと、ね、いうふうに思ってます。でもね、あの納豆はこれ便利ですよね。こんな感じで、まあね、すぐにね食べられましてね、料理ができない僕でもねすぐにできてしまうというですね、こんな感じでですね粘ってね、ブートキャンプはね、本当は夜のね、4時から10時までのね、予定だったんですけどね、急遽ね、まあ、塾生が、ね、ちょっと朝からできれば来たいんですけどいいですかってね、連絡がありましてね、よしじゃあ朝からやっかみたいなね、感じで、今日朝10時から、ね、夜の10時まで、ね、12時間特訓です、やることにしました、ね、今日明日明後日ですね、やります。これでね、全てのね予想の論点、ね、完璧にしましてね、本試験を迎えると、ね、いうことになります、ね。まあ、これがね、あの個人事業主の、強みですよね。もう全部ね、あの自分の意思決定、僕の意思決定ですね、よしそれやろうって決めたらね、もうスピーディーに、結構ですからね、これが強みですよね。まあ、小さい塾のね、あのデメリットもいっぱいあるんですけどね、まあメリットの方が大きいと思いますね。まあ、自分もね、あの経営してね、もう8年になりますけどね、やっぱり、やりたいことがね、こうやれるというのはやっぱり、小さい塾、ね、それが一番いいなというふうに思ってますね。はい、ではうん、うまいですね。ここ見てみます。